これはクマ。グルタ、おめでとう、なんて情けねえ息子なんじゃ。トゥーちゃんごめん。よさ、俺、巨人を殺せなくて。うせ、言い訳するんじゃねえ。ありゃ、俺が母ちゃんにプロポーズするときに送った大事な大事な指輪だったんだ。それをなくしちまうなんて。いいか、見つけるまで絶対に帰ってくるんじゃねえぞ。クマの方がでけえ。クマんち玄関開けたら即トイレだな。どんこ池のおばさん、どんこが釣れるのか。光るものを餌にして釣りをすると食いついてくるやつだ。クマが詳しいんだけど、どんこ捕まえようと使ったな。なんかあったのか。母ちゃんの指輪を。どんこ池の主を釣るために指輪を持ち出したんだ。池に落としちまって。うん、クマが悪い。おーい、クマ。できることはないよ。それにしてもすごい打ち込みようでしたね。あんなの元気のないクマなんて見てるこっちが変になっちゃう。なんとかして指輪を見つけてあげられないかなと。今こそ損を売るチャンス。全国を重ねて損をすることはありません。泳ぐのが得意な、これはカッパフラグかな。カッパは川に住んでいる。あ、これは妖怪ウィキペディアかな。河川敷に行くかな。どんこ池に消えた指輪。おう、今回あれだね、結構来てるね。サブミッションこなしていくか。なんで気づいてくれないの。これはもしかして。なんとかしよう。妖怪の仕業。私って地味なのかしら。地下、この辺だ。いた。地味だろどうせ。ですよね。バレないバレない。バシッとやっつけちゃいましょう。お前の影も薄くしてやる。決め台詞か。失敗。あ、意外に判定厳しい。いいだろこれぐらい。そもそもいらなかったな。弱いな。あ、防御されてる。狙う。回復回復。吸収の術。バックンの必殺がボスに効かないからな。ちょっと考えどころだな。お、ババアのレベルが。身代わり人形もいっぱいもらえた。さあもう大丈夫、教えてあげましょう。なんだかよくわからないけど、バッチリ解決。ウィス。解決経験値、そしてボーナスチャンス。すでに負けている。あ、当たってる。負けてるから外れかと思ったら当たりだった。
妖術超百科。消えた。子供が消える事案が発生。俺らの挑戦受けてみないか。なんとかする。我らさくら少年探偵団怪人三十面相。謎を解いてもらうで。豚とヤギの間、白いシマウマの下に我眠る。あ、1だね。とりあえず先にあれかな、ガシャが回せるようになった。回してこよう。いるね。これだよ。また長鼻のお前か。また長い話か。行くか。ああ、お前が急に話しかけるか。レアモンのカブト逃げのことやないか。自分どないしてくれる。三日もかけてやっと見つけたのに、お詫びとして俺の話聞いてくるな。まさか言えばとは言わんよな。生き物を捕まえたりしてる。たまにレアなやつが見かけたりせえへんか。捕まえるルーレットに赤いメモリが一つあったらそれはレアモンやで。一つだけやからきっちりと止めなあかん。ビシッと気合で止めたるんや。ツヤのいい虫、生きのいい魚、どれどれどれもキラキラと輝いて見えるで。レアモン集めたらジャングルハンターに行くんや。ええもんと交換してくれるで。あとご神木のとこにある妖怪ガシャ知ってるやろ。あれな、妖怪ガシャコインあれば1枚につき1回回せんね。出てくる石の玉の中ではドラえもんが入ってるらしいぜ。入ってねえや。昔悪さをする妖怪がたくさんおって、どっかのお坊さんが封印したんやって。封印された妖怪がどんなやつか気になるやろ。やろ、そいつら石の中で暇してるやろな。出したったら友達になれるんちゃうかな。あ、そういえば200年くらい前やったかな、無実の妖怪が封印されたっていう噂があったな。俺はほらいつも英語にしてるから間違って封印とかされるわけないやん。ほな、そういうことで。ふう、メダルいくつか持ってたよな。私の自由研究、あれこれお前一番初めから悩んでね。お魚ちゃんいるかな。猫だ。和尚のクエスト、餌場を荒らすやから。なんとかする。ジバニャンじゃね。まず手ずガシャってこよう。あ、走りすぎちゃった。来た来た。妖怪ガシャの中にはたくさんアイテムが封印されているのだ。1日3回までしか。手ず回そう。妖怪ガシャコインちょうど3つある。ま、緑コイン、来い。うわ、銅のこけし。何に使うんだろうな。回すよ。紫コイン。色によって出てくるアイテムとか違うのかな。さあ次は、お、青い。こっちが紫だ。攻めの秘伝書。攻めるね。ラストかな。水色コイン。ん？別にこれが水色になるわけじゃ。ブリの切り身ってさ、おいおい、これやべえだろ。でもう無理なのかな、3回したから。あ、消えた。朝6時復活。猫の餌場ってそもそもどこだ。あ、アイテム見えてる。あ、水の上も走れる。クマいる。
妖怪もいるな。アイテム、お札、結構山も広いな。いた、ここか。ジバニャンじゃねえ、人面犬か。人面犬、アニメ見た後だと名前を聞くだけで笑いが。早速バトルだし。人面犬多いな。こうかな。ああ、ちょ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 、これ大丈夫か。味方に全体攻撃とか勘弁。人面剣弱。仲間にならない。そうですね、それぐらいでいいんじゃない。行っちゃダメって言われて行きたくなる。おかしいな、ウォッチランク D になったはずだったと思ったんだけど、 E のままだな。いけるんだ。おお、敵いそう。トロッコだ。そんなゲームじゃないんだから、めたいな。導きだ。お、なんかいろいろいるね。 X で早送りができるんだよな。前のバーバー入れて回復させていこうかな。バーバー回復してくれなかった。仲間にもなってくれなかった。やっぱりなんか食い物をやらねえとダメなのか。あ、行け、乗れるのか。直すイベントをこなさないとダメなのかと思ってた。意外にそんなことなかったねっていう。今行ってみるか、せっかくだから。せっかくだから。で、これで開始時に戻ると。あ、これは壊れてるんだ。あ、行き止まり。結構アイテムあるな。せっかくだから俺はこのダンジョンを回るぜ。さーっと、おっと、ゲット。ああ、もうさっきコイン全部使っちゃった。分岐レバー、このまんま右にダッシュ、抜ける。よし、抜けた。あ、飛び降りちゃった。あ、復活してる。ふっふっふ。分岐レ、あれ、こっちか。分岐レバーを使った俺に、でもあれだな、分岐変えたって初めのトロッコ直さないと何もできねえんじゃねえかこれ。まだあるか、こっちで C。
これは無理だな。いくらおにぎり、いくら溢れすぎ。アイテムどうしよう。10円ラムを相手に使う。あれ、狙ってるやつと違うやつにしたけど、まあいいや、導き仲間にまだいないし。ババア回復よろしく。ナイス。今なのに、よし、何千回。やっぱり回復が一人いると安定するな。自分に取り付いた。これおかしくねえか。守りダウン、一服一服。仲間になっていいんだよ。どうだ、ならなかった。で、分岐を変えたからこっち。コーヒー牛乳、さすがに落ちているコーヒー牛乳を飲む勇気はない。あの下のは飛び降りれないから、現時点じゃ無理かな。で、こうして、あ、ダッシュできなかった。パッと終わらしちゃうか。さーっと行くぜ。オラ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 、全員行ったね。意外に仲間にならねえんだよな。10円ガムをあげたぐらいじゃ、何、私そんなにお安くないのよって感じで、逆。血はなし、こっちもなしだ。 A とか、 A は遠いな。あ、一人だ。狙え、ボコボコにしてやるぜ。お、結構強いのか。ババア来い、ババア。火花の術、ほぼ弱点なのか。ババア、やっぱババアは守備力上げないとダメだな。回復役なのにすぐ死なれると辛い。守備力アップのアイテムあったよな。一応イベントバトルかな。導きハンドル、ここでまだちょっと行き道あるけど、持ち物違うな。妖怪メダルで手持ちメダルからババアの装備を守備力アップ、これだ。そもそも守り落ちてたのか。こいつも守り低いな。揚力上げてもしょうがなさそうだし、力10下げるのはさすがにね。逆にこの辺が力が超高いから、ちょっと素早さを上げて、力落ちてもそれ以上に攻撃できるっていう状態にしとくか。よし、一応現状行けるところは行き終わったね。飛び降りろ、脱出。ふう、
回復してもらってと。あ、走りすぎてしまった。どうしようかな。とりあえずさっきのクマに話しかける前に一旦じっちゃんのところに。こっちもなんか旗立ってる。アイテムもある。素早さのお札、スーパークロミツ。あー、いいなここ。お姉さん、裏脇乙女がこんな場所で何をしてるんでしょうか。おい言うなウィスパー。土の子を探してるの。なんとかできるものなのか。ユーマ研究サークル、証拠でもあればいいんだけどねって。3つくらい土の子がいた、水の近く。行動力のある女性だな。これぐらい頑張ったら登れるよね実際。あれこれ穴なのか崖なのか。多分崖だな。銅のこけし、山の奥手に銅のこけしか。意味深。回るんだったな。そういや、アイテムまみれだね。こけしまみれ、嫌な事件だったね。魚釣りとかできんのかな。あ、釣り竿持ってなかったっけ。ないな。いい町だな。アイテム、あ、なんか上 D になってる。あ、なるほど。隠れてる妖怪に合わせて。隠れてる妖怪に合わせてそのランク変わるのか。いないな。どっか調べれるところがあって、そこ調べてからか。妖怪の気配。父さん、あれ魚だ。野賀さん、これは寒がり。寒そう。チワワ見て。寒いんすけど。寒がりね。まずはこの辺のやつらを先に倒して、でアイテム相手に使う。でおにぎりあげるよ。ありがとうございます。凍結の術バックン。どうだい、仲間になったっていいんだぜ。牛乳どうだ。おにぎり1個ぐらいじゃダメか。土の子の糞、土の子の巣のようですね。これも土の子が通った土。あと一つ。妖怪の気配です。またお前か。
タッチペン使った方が見つけやすい。もう一個おにぎりをくれてやる。いや、10円ガムだ。ネガティブーン。まずネガティブーン。続いてジミー。よし、やるやる。ありがとうございます。一発だ。そんな強くないんだね。ジーバニャンレベルアップ。結構仲間なんねえな。次の本格的バトルに入る前に回復アイテムちょっとね増やしときたい。コンビニ行くか。コンビニ。ドライヌじゃ。世話になったの。力のお札はもらえるもんはもらっとくよ。お札じいさんとの頼み事バッチリ解決。ウィスウィス。お、ボーナスボーナス。うわ、経験値すげえもらえた。マジカルベル。まだ見たことない人が。なんか色っぽい子が。当たりだ。ハートを打ち抜いた的な感じか。あ、お札だ。ショップ。買うよ。てか、どういう効果あんの？妖怪の力を高める。一時的にね、ボス戦とかで使うか、的なね。再戦。回復してもらって、ちょっとコンビニ行こう。コンビニ行ったら河川敷かな。コンビニコンビニ。